12レース2号艇の日高子選手ですすよろししくお願いま小島は2節前にレディースオールスターを走ってばかりということなんですけれども、はいはい、今回は休みなく参戦ということになりました、はい、手にされたのは2連打率23%で、レディースオールスターには出ていないエンジンなんですけれども、乗った感じ、どうでしたかあの勝率がなくて、ちょっとがっかりしてたんですけど、はい、乗ったらそんなに悪くなかったので。はい なんかいい感じでした。はい。前回の三苫選手は、伸びで上はいるけど、ターン周りはしっかりしてるとおっしゃってましたが。んそんな伸びも、あ、あんまり足合わせはしてないんですけど。はい、あのー、そんなに伸びも悪くはなかったです。はい。はい、このレディースオールスターで輸出されて、その後の福岡でも輸出。ということなんですが。はい。はい。近況のリズムもいいですね。両方とも優勝戦で抜かれたレースだったので。悔しさも残りつつ。はい。はい で、小島は三連続輸出中でいらっしゃるんですが、あまあ、相性はいいと思います。はい、では、最後の爪の部分をビシッと、今回は決めたいなと。そうですね、もう、あの、抜かれないレースを心がけたいと思います。はい、わかりました。それでは、一節間にかける意気込みの方、お願いします。はい、あのー、優勝戦乗れるよう、頑張ります。